相関は南朝の第六代皇帝明帝の次男、同母帝に、将宝とら、和帝がいる。南朝帝の三人の背帝の一人で東倉公と呼ばれる。永代元年、明帝の死去に伴い即位する。明帝の葬儀の際、太市中大部の羊線が激しく動国するあまり、帽子が脱げて、特等を露出させたのを見るや、大笑いしたという逸話が、 南氏に伝わる。即位後は、明帝の異名により、皇帝の補佐を命じられていた6人の重臣を殺害し、独裁体制を作ると関心を近づけ、民衆から集奪して協楽的な生活を送る、暴君であったと言われている。内向的な性格であり、重臣との接触を避け、多くの宮殿を増営するなどして、国家財政を破綻させた。また、 通行人を馬蹄で踏みつける機構があり、妊婦もその対象となり、母子供に命を落とす事件を頻発させた。高級では幼馴染であったファンタマジを寵愛し、足の小さかった彼女のために、庭園の歩道を黄金で作った、レンの花で敷き詰めその上を歩かせたという逸話が残されている。南氏正本義に、 商法館は、裸足の半日が、金色の蓮の花の上を歩く姿に当然となった、として、古事、頬蓮芸を少ずの記載がある。このような皇帝に不満が続出し、心ある人々により還元が行われるが、逆にそれが元で殺害されるものもあり、ついには反乱の発生となった。その反乱も同族である、予習氏の少尉の活躍により鎮圧されるが、 これをねたんだゆでほうちんらの残言により、少尉をたまもの死による自害に追い詰めた。これに危付した少尉の弟の陽州志氏の昭園が昭峰官の弟で慶州志氏の昭富勇を担いで拒兵した。この状態でも宮廷で協楽的な生活を送っていた昭峰官は衛兵に殺害され、首は牢で固められて昭園のもとに送り届けられた。死後、 諸行に落とされて、全漢の海倉孔、龍河にちなんで、愚かな東の孔という意味で東倉孔の号を与えられた。また、半玉寺も南朝生滅亡後に処刑された。南朝生が滅亡した後の527年、弟の正方とらが北義に反乱を起こして自立、生の皇帝を称した。水コデニア、金平米に登場する。 美女版金錬の名前は、半玉字の語字に由来する。ありがとうございます。